おはようございます。ウェザーニュースキャスターの江川さやねです。10月25日木曜日の天気をお伝えします。まずは流れを確認していきましょう。今日は広いエリアで高気圧に覆われて日差しが届きます。日中は洗濯物の外干しやまた布団干しなども良さそうですね。日差しの有効活用してください。ただ一部にわか雨の可能性があります。北海道道南エリアや東北の北部、そして北陸、静岡周辺です。こちらでは雨に備えて折りたたみ傘をお持ちください。また気温が低いです。朝晩と昼間の寒暖差が非常に大きくなります。日中は穏やかな陽気となり、少し汗ばむ陽気というふうになりそうです。体調管理に気をつけて過ごすようにしてください。それではアイコンで見ていきましょう。全国の天気です。今日は移動性高気圧に覆われて広い範囲で穏やかな晴れとなります。日中は秋晴れの空楽しむことができそうですね。予想最高気温が東京で22度、名古屋24度や、そして大阪23度となっております。外でランチを楽しむこともできそうです。ただ紫外線が気になる方、紫外線対策も万全に行ってください。以上、全国の天気をお伝えしました。それでは、いってらっしゃい。